よし。はい、インディーズバンドオルブさんのリーダーことボーカルのランです。ルームエイトの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで、はい、新企画といいますか、はい、指摘ニュース集みたいな小ネタ集的なやつを、あ、小ネタ集、はい、動画一本にしてやるのはちょっとあれかなっていうのをちょっと集めてというか、はい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 、あ、ちょっと気になった、自分的に気になったやつを勝手にやろうかなと。はは、これあの全然世の中のニュースとは全く関係ないです、はい、え、なんかちょっとたまに関係ある時もあるけど、はい、まあ、自分が気になったやつをもうちょっと小さいネタをこう集めて、なるほど、一本にするまではないけどっていうやつをやって、なんかちょこちょこそういうのありますもん ね、 そ う、 なんかね、そうそうそう、これ一本にはならんなっていうのがあるから、ね、はいはい、ならあ、それ集めて、うんうんうん、何本か集めて一本にすればいいじゃんっていうのをちょっとやっていこうかな、はいはい、ちょっと、はい、新しい試みというか、まあそんな大したもんじゃないですけどいつも通り喋っとるだけなんですけど、ええ、はい、ということでまず一つ気になったことなんですけども、はい、コメントやったかな、DM やったかな、いただきまして、はい、尾崎教育さんこの前やったでしょ。ああ、やりましたね、はい。ほんで、若い時に実はシャリバーに出演していたらしくて、歌歌ってただけでなく、うん、出演してたんだって。へえ、マジっすか。で、それをちょっと見てみたっていうか、はいはいはい、はい、どんな感じなのかなっていう感想なんですけども、あの悪者の役ですか、いい方の役なんですか。いい方の役です。あ、よかったよかった。でその、ね、なんかシャリバーに出演した時の大崎清彦さんがめっちゃイケメンということで、はい、いや絶対男前でしょ、まあ、ちょこっとね、まあ、ちょっと、はい、確認してみたんですけども、あのシャリバーの映像、いや、あの一瞬だけやったんかな、私ちょっと最初聞いて思ったんですけど、結構だからいやその話まるまるガチで出てたみたいで、がっつり出てて、ちゃんとなんていうんですか、最後、まあ、最後お亡くなりになるシーンがあるんです。そこまでちゃんと出てるって、まあまあそうやったらセリフあるっていうことですよね。そうそうそう、この話ではっていったら、まあ言ったらメインに近い、もうメインです、伊賀星人の回ですか ね、 ね、そうですよね、うん、ちょっとザザッとは確認しただけなんですけど、でもあのこれ清彦さんやっていうふうに教えてもらってなかった、普通にあの俳優さんや思って見てました。結構迫真の演技でしたよ。迫真の演技ですね、見てたら。こんなことやってたんやと思って、やっぱ多彩ですね清彦さんね、尾崎清彦さん、ほんまになんやろあの、ね、男の中のイケメンやな。そう、めっちゃ顔立ち綺麗男としてのすごいイケメン、ヒゲがね、ヒゲがすごくお似合いなんですよ、うん、やっぱこの蓄えてるヒゲってなかなかちょっとこうなんかこう人選ぶじゃないですか、うんうんうん、あの何だ髪型ならぬひげ型、うん、なんですけどめちゃくちゃよう似合ってはってて、私ひげってあんまりなんかあんまり好きじゃないんですよ、私個人的に。ちょっとなんかこうね、あの、うんうんうん、あんまり綺麗には見えないなっていうふうに思ってる人間なんですけど、もう清彦さんそらもうこんなにひげの似合う方や、ね、いやもうそらもうひげセットでないとちょっと困りますわよぐらいの勢いで、うんうん、めっちゃ綺麗。ヒゲね、生やす人って切るんですよ、ちゃんとこうね、私それ初めて知って、あれ伸ばしっぱなしなんかなって感じ。スタイリストさんがなんかがちゃんとやってんやと思うんだけど、まあこれ出演の時は、でも普段ちゃんとやってると思うんですよ、はいはいはい、あんまり伸ばしっぱなしには多分してない感じですよね、この時はね。いや、うん、なんかすごかったですよ、なんか走ったりとか、結構アクションやってね、運動神経もええんやと思ってと思いながら、いやこれね教えていただいたんで、あそうやったんやって。俺シャリバー全部見てたけど、さすがにさ小学校1年2年の記憶やから、そりゃねもうないのよ、見て尾崎清彦やってそれなんですよ、ね、小学生がうわ尾崎清彦やー言って逆に怖い見えひんから。本当はあの他の方と全然引けを取らないぐらいのなんか熱演ぶりで、なんかこう涙流したりとかわーって叫んだりとかっていうところがね、出演やってた。他にもなんか出演されてたんですかね、あそこまでなんかね、うん、演じきれるっていうのもなんか声かかりそうですけど、基本的にだって僕の認識では歌手っていう認識やから、うんうんね、あんまり俳優っていうのを聞かんかなーって、ね、まあ僕はですけど、うんうんうん、またなんか面白いのあったら紹介してください。まあ、あのこういうちょっとした時に紹介できたらいいなと思って、うん、そうですね、はいはい、ということで次は、はい、次ちょっと気になったのが、はい、これもねあの Twitter の DM でいただいたんですけども、はい、
オニューのソロアルバムが発売されましたので、はい、ぜひ聴いてみてください。日本アルバムと違いもあり全曲いいです。タイトル曲の MV も必見ですということで、はい、まあ、これもちょっとまた聴いてみようかなと思う。また別件でやろうかなと思ってるんですけど、はいはい、なんかね出てるんですよ。ほう、オニューさんのアルバムっていうか、はい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 、ええ声やな、すごいなこれ、はい、あのオニューさんまた雰囲気変わってて雰囲気変わりましたねなんかあのなんか何やろ、ああ何やろな、あのいや今ちょうど油乗ってんちゃいます、うん、なんかこうやっぱなんか色気すごいですね。出てきますね。やっぱりその男のあれが出てきましたね。男やけど綺麗な美男子じゃないですか。美男子やねんけども、うん、そのおぼこいわけじゃなくて、そうちゃんとこうなんやろ、一番ちょうどええ時期なんちゃうかなと思いますけどね。色気とこれ男性に言って当てはまああんまり良くないかもしれないですけど、うん、妖艶さもすんごいあるんですよ。なんか綺麗だしかっこいいし、うんうんうん、でなんかこのなんていうんですかね、すごく性別を超えた感じのなんかこう、うんうん、雰囲気出してるっていうのもめっちゃ綺麗ですね、うん、カラコン入れてそうなんかこうなんだろうな、同じ人間と思えへんなっていうふうに思って私見てしまったんですけど、やっぱ これ私もうね今のその、うん、まあ、K-POP のアイドルグループもものすごくかっこいいし、うん、いいなって思うんですけど、うん、やっぱり原点ここがやっぱ一番いいとこだなと思うんですよ。この声、うん、この優しい発声と丁寧に歌う感じ、この時代 あの K-POP めっちゃ聴いてた世代っていうのもあると思うんですけど、やっぱりここが一番ええなって思いますね、うん、私あのあんまり加工してないっていうのもすごくよくて、まあそうですね、そう今のそのやっぱグループの方の楽曲を聞くと結構加工入れてるんで、音声に、なんで、まあ、あの字で歌ってるところも見たりと、最近このオニューさんの影響で私いろんな人の K-POP のなんか YouTube 見たりとかしてるんですよ。でなんか見てるとやっぱり皆さん歌唱力半端ないんで、うんうん、加工入れんかったらええのにみんな上手いのにもったいないとか思っちゃうとこあるんですけど、結構ほんであの僕日本と違うのは韓国のこのプロモーションの仕方ってちょっと日本と違うくて、うん、結構 YouTube とかで曲ばらばくやん、うんうん、そうですね、うんうん、日本ってなんかショートバージョンにしたりとかするんやけど、うんうん、意外とこの韓国って普通にこうバーって曲ばらまいて、うんうん、でもなんか DVD 売れたり CD 売れたりしてるし、うんうんうん、であのライブの動員とかも多いやんか、うん、ここはどういう意図なんやろうなーって、僕ねこの仕組みがあんまよく分かんなくて、うん、昔からなんですよ、私あのライブとか行っても撮影 OK なんすよね向こうって、意外とばらまくんすよ。そうでもなんか公開することによって逆に話題になるとか、うん、もっと聞こうっていう風になんかこう思ってもらえる工夫をしてるっていうことですよね、それは、うん、ね、出し惜しみしないっていうことはね、そうそうそう、だからそこの文化が私まずあの行った初めて向こうのライブ行った時にびっくりして撮ってみたいな、うん、で写真も OK みたいな、なんかそういう面で見たら、ね、多分韓国のそのプロモーション的には進んでるんやなと思う、うん、それ多分その韓国もどっかから学んでるんやと思うんやけど、うんうんうん、諸外国から、多分そこに関しては日本一番遅れてんちゃうと思うけどな、うん、それは、まあ、僕の感覚ですけどね。でも国内に向けてじゃないですか、うん、基本ね、日本ってちょっと閉鎖的ですから、ね、うんうん、で日本独自 その文化っていうのもあるじゃないですか、うん、音楽 その文化っていうのが、うんうん、なんかこうめちゃくちゃ上手いっていうよりかなんか応援したくなるような人が、うん、なんかこう売れていくっていう原理があったりとかするんで、うん、だからこの間ねなんかあの K-POP の練習生だった人の、うん、なんか話が聞けるっていう番組あったんですけど、もう日本でやってることが韓国行ったら全く通用しないっていうのがなんかずっと言ってましたね。なんか踊りとかでも全員で踊るのが揃うようなやり方があるらしくて、日本でダンスで結構トップクラスでやってる人間がそこに行って踊ったらはいダメっていうふうに言われたらしくて、めちゃくちゃ厳しいと、なんか歌唱指導もかなり厳しくて、それくぐり抜けてきてるからこそこうやってずっと長いこと活躍できてるっていうのもありますし、もう
ずっと進化してるじゃないですか、おにゅうさん、うん、でも最初に見た時のあのレイニーブルーと全然違うと思って、またこれ見た時にね、おぼこさ、おぼこいってこれ東京では言わへんのかもしれないけど、いやちょっと幼さとかがあったけど、まあそれがどんどん今抜けて、いや、また別の次元に行ってますよね、大人のアーティスト、歌もそうです。この前なんかね、あの何ヶ月か前配信やっとったんですよ、うん、これ見てたんですよ、はい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 、ずーっと配信やって、うん、ただその言葉は韓国語やから、ほぼ分からへん、何でも分からへん私が聞いとったら多少はちょっと分かったんですけどね、たまたまつけたら、たまたまっていうかその YouTube で上がっとったから、ああ配信すんねやと思って、意外となんかそういうサービスすんねん、なんかばらまくのよ、だからねえ、うん、結構そこは違いやな、うんうんうん、なんか僕はなんかそういうプロモーション的なところも結構気になったなと思いますね、こんなニキビ一つ出さずに大変やな、これめっちゃやってんやろな、めっちゃやってますよ、だからもうずっとクリニック通って、だから実際その なんだろうすごく表立って人気のあるグループではない方々を目の当たりにしたことがあるんです、私韓国に行く、うんうんうん、韓国から帰ってくる飛行機か、うん、みんなもう陶器みたいな肌で同じ人間かこれがとか思って、顔こんなんなんですよ、顔ちっちゃーみたいな、向こうすごいもんな、いやすごいっすね、でもお兄さんって顔いじってないですからね、うん、めっちゃ綺麗、あのこれね顔いじらんでもなんか意識すると人間って顔変わるんですよ、でもなんかそれは思いますね、うん、なんかあのえなんか環境によって顔つきって変わるって言うじゃないですか、うん、ねえ、なんかの写真で退役軍人の方のなんか戦争に行く前と行った後の写真見たら別人みたいに顔ちゃうんですよ、同一人物やのに、はい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 、そういったことなんでしょうね、やっぱりこの意識っていうかそのね、はい、考えてること次第で顔って変わるっていうのがね、うん、だからそのなんか心も多分ちょっと大人の心を持ってきたから、ね、もうそういう顔になってきてる、ね、今が多分一番いい時期やと思います、ね、全然、うん、なんかあのね、レイニーブルーの時とまた顔つきちゃうんで、はい、こらーえですよ、レイニーブルーの時はそうですね、ちょっとまだあ若いなっていう感じがしましたけどね、うんうん、今は若いんですよ、若いんですけども、うん、なんか違うねんな、そのなんかあのなんか乗っかってきてるね、いろいろね、落ち着いてる感じがあるじゃないですか、だ、うん、から血に足つけてるではないですけど、うん、どしっと構えてる感じが、これはね、はい、いいんですよね、はい、ということで、はい、もう一個いきましょう、はい、もう一個指摘ニュース、最近なりすまし SNS 被害が結構また出てると、ああ聞きます、それ、うん、あのちょっと僕らが語ってるアーティストさんがちょっと SNS で上げてたんで、うん、はいはいはい、はい、ちょっとこれもまだ再度注意喚起しとこうかなと思って、なりすまし被害、でもそれなんかニュースでポッて聞いたんですけど、うん、内容的にはそれ有名な方になりすましてそう、有名な方になりすまして偽アカウント作って、うん、で DM 送りまくるんですよ、あーなら有名人から DM 来たって喜んでフォローしたり、はいはい、でそれをまた何かに使うわけですよ、詐欺かなんかに、ね、うん、あそれで言うと私ブラッドピットから DM 来ましたよ、あブラッドピットから、ブラッドピットから、ブラッドピットすごいな来ましたよ DM1 ヶ月ぐらい前、あそうブラッドピットから来た、それがなりすましなんですね、そうなるほどなるほどでフォロワー増やしたりとかして、なるほどね、うん、やったりとか何かを売りつけたりとか、どっかのサイトに誘導したりとかするっていう、でもしくはそれでフォロワー集めてそのアカウントをあの変えて売っ払うっていう手もあるし、あ乗っ取りっちゅうことですか、乗っ取りじゃ売っ払うんですよ、アカウントフォロワー増えたら売れるやんか、今そういうことか、うん、インスタでも結構高いんですよ、1万人ぐらいでも20万ぐらいで売れるんじゃないですか、あの高いアカウントやったら10万20万で売れますから、ちなみに YouTube、はい、我々の2万人のチャンネルなんぼで売れるか調べてみたら、はい、だいたいね、はい、200か300それ万円、ま、万円ですぐらいで、まあ、うちらのアカウントでこう人が出てるから売れないですけど、でそもそもその YouTube で売ったらあかんよって書いてるんですよ、規約に、あ規約でですか、うん、それはあただなんかグレーでそうでけんことはないんですよね、それがそのなんか抜け道、ね、抜け道っていうかこうあのアカウント譲渡することはできるんですよ、あアカウント譲渡することはできるんで、譲渡っていう形やけど裏でお金動かしたらもうまあほぼ分かれへんよねっていう、
証拠がないからっていうのは抜け道とやらですね、それは、ね、なんか SNS そういうね、なんかフォロワー増やしたりとかするためにそういう有名人の偽物を語ったりとかしてやってるんがあるんで、それは気ぃつけた方がいいですね。迷惑でしかないですね、うん、そもそも有名人っていうのは自分からフォローしてる数が圧倒的に少ないから。いや、そうです、そうです。フォロワーの方が絶対もうブワーって多いんで、はい、はい、そうですね、はい、そこちゃんと見とかんと有名人は思ってんのにそのフォローしてる方が多いっていうのはおかしいから、そこ騙されないようにね。僕のところもよう来ますからね、なんかこう誰々からフォローだから、なんかメッセージ来ました、誰があったかな、なんかあったぞ。え、日本人ですかそれは。日本人やったかな、日本人じゃない、外国人。やっぱ外国多いですよね。外国多いですね。ねえ、うん、あ、ほんま私ブラッド・ピットちょっとめっちゃ笑けましたけど。んなわけあるかいと。ブラッド・ピット言うね。んなわけあるかいと。日本人もあったような気してんけどな、なんか有名なアーティストからちょっと忘れたけど、今でも、うん、なんかあったと思うけど、私外人です。あと韓国の俳優さんとかね、うん、でもあのね、本物がフォローしてきてこっちがフォローしたらフォロー外しよるやつもおるんですよ。あ、そんなんあるんですか。あるね。え、でアカウント調べたら本物やね。は、本物やけどその多分裏でプロモーションやってるやつがそういう風にしてんやろな。でガン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 フォローしていって、である程度フォローした後にその外すね。うわ、それやってるアーティストいますよ。うわ、ガチでやってるアーティストは、その偽物じゃなくて、僕はそれ知ってますんで誰とはちょっと言えないですけど、それフォロー外す、え、でも外すかどうかってそんなの分かるもんなんですか。フォロー外されたって外されたら分かれへんやん、だから外すね。あ、そういうことね。うん、インスタってフォロー外されて調べようと思ったらアプリ入れて設定してって めっちゃめんどくさいんやんか。あ、確認しづらいっていうところがあるんで、みんなあんまし、あのフォロー誰に外されたかなんか確認してないと思うんだけど、わかんないですそれは、うん、だからそれを悪用してそのインスタのフォロワーを増やしてるガチのアーティストもいる。え、それってなんかインスタさんから目つけられへんのですかね、そういう。あんまりやったらあかんやろな。ですよね、うん、なんか大量にフォローして大量に外すっていう行為あんまり良くないって聞いたんで。でもやってるアーティストいるよね。いやー、うん、そんなんも、ね、SNS ってなんかね、見たまんまがそのままの情報であるかどうかすらも怪しい。そうそうそう、有名な方が DM 送ってくるとかってないんで。ないですね、はい、絶対ね。でも絶対騙されないでください。え、本当に僕だからあの前に岩崎宏美さんから DM 来た時も絶対これ偽物やと思ってめっちゃ調べてましたもんね。めっちゃ調べたもん。こんなわけあるかい、本物や。疑ってすみませんと。いやいや、でもそれぐらいの警戒心があった方がいいと思うね。本当そうですね、はい、本当そうです。じゃあちょっと、はいはい、指摘ニュース、ちょっとニュースというか、はい、ネタを3つほどやりました、はいはい、ということで、これぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、毎日見てよ。ありがとうございます。はい、今回ですね、大阪でライブすることになりました、ということで、大阪の堺筋本町、はい、5月13日土曜日のお昼の3時ですね、はい、15時からスタートということで、はい、入場は14時半からできるようにしますんで、はい、ライブスポットテンションさんというところでね、はい、セッションバーで今回はアットホームな感じで、はい、すごい距離近いっていうね、はい、ライブをやろうかと思います。はい、概要欄とコメント欄の方からお持ち込みください。お願いします。抱えた宝物たちは